銀のペンセル小川未明三味線を引いて旅の女が毎日温泉場の町を歩いていました諸国の歌を歌ってみんなを面白がらせていましたがいつしかその姿が 見えなくなりました。そのはずです。もう山は朝晩寒くなって都が恋しくなったからです。ゆうちゃんももう東京のおうちへ帰る日が近づいたのでした。ここへ来てかれこれ 三十日もいる間に、金坊の村の子供たちと友達になって、一緒に草花の咲いた大きな石の転がっている野原を駆け回って、キリギリスを探せば、また水のきれいな谷川に行って、イワナを釣ったりしたのであります。 君、もうじきに東京へ帰るのかと一人の少年がゆうちゃんに聞きましたその子は顔が丸くて色の黒い快活の少年でしたゆうちゃんはこの少年が好きでいつまでも 友達でいたかったのです。君のおうちが東京だといいんだがな。とゆうちゃんは言いました。君のおうちこそこっちへ引っ越してくればいいのだ。と少年は答えました。 空の色が青々として白い雲が高く野原の上を飛んで行きます。後の子供らはいつかどこかへ行ってしまったのにその少年ばかりは名残惜しそうにゆうちゃんのそばからいつまでも 離れずにいました。いいとこへ連れて行ってやろうか。と、少年は先に立って草を分けて山の方へ歩きました。どこへ行くんだいゆうちゃんは顔を上げて行くたびも あちらを見ました。少年は黙って歩いていましたが、やがて目の前に林が望まれました。葉風がキラキラとして、木の枝は風に揺らめいていました。もう口を開けている栗の実がいくつも、 枝の先についているのでした。僕、見つけておいた、いいものを取ってきてあげるから、ここに、待っていたまえ。と、少年は、雑木林を分けて入りました。そして、あちらの、こんもりとした、やぶのところへ行って、 しきりとつるをたぐりよせていました。ゆうちゃんはうしろについてはいるゆうきがなく、はやしのはしにたってまっていると、少年はむらさきいろのあけびのみをいくつももいできてくれたのであります。 この森にはリスがいるからみんな食べてしまうんだと少年は言いました。ゆうちゃんは初めてリスはこんなところに住んでいるのかと知りました。東京へ持って帰ってお土産にしよう。 ゆうちゃんはにいさんやねえさんやまたきんじょのおばさんにこれをみせたらどんなによろこばれるだろうと思いました「東京へもってかえるならまだいいものがあるぜ高山しょくぶつが」いいだろう。 高山植物があるのゆうちゃんは少年について今度は山の方へ登って行きました山と山の間になっている谷合いに差し掛かると日が陰ってどこからか霧が降りてきました岩角に 白い花が咲いているのを少年は見つけて、これは梅そうだと言って丁寧に根から掘ってくれました。また、湿っぽい日のわずかに漏れる木の下をはって小さいサンゴのような 赤い実のなっているのを刺しながら、これは、ももだ。こうして持っていったら、根がつくかもしれない。と、少年は親切に彫ってくれました。温泉場の町まで、二人は一緒に来ました。 別れる自分に「君また明日の今頃あの大きな白樺の木の下で会わない?」とユウちゃんは言いました無邪気な黒い目をした少年はうなずいて去りました何か 僕の持っているものをやりたいな。と、ゆうちゃんは少年と別れてから考えていました。明日会った時、僕の大事にしている銀のペンセルをやろう。と、心の中で決めました。 いつしか約束した翌日とはなったのであります。白樺の下へ、ゆうちゃんは来ると、すでに少年は待っていました。お互いにニコニコとして、また、珍しい草を探したり、石を谷に向かって、 泣けたりしましたが、ゆうちゃんは忘れないうちに持ってきた銀のペンセルを出して、これを君にあげよう、と言って少年に渡そうとしたのです。少年は手を出したが、じっと見て、 それをもらおうとはしませんでした。僕、こんないいものいらない。と、顔を赤くしながら辞退しました。いいから、君にあげよう。と、ゆうちゃんは、無理にも取らせようとしました。 僕、鉛筆があるから、いらない。と、少年は、何と言っても、取らなかったが、ついに、駆け出して、行ってしまったのです。ゆうちゃんは、後で、寂しい気がしました。それから、 温泉場を立つ日まで、再び、少年を見ることができなかったのでした。東京へ帰る汽車の中でも、ゆうちゃんは少年のことを思い出していました。なんで、僕の野郎と言った、ペンセルを、 取ってくれなかったのだろうな。こう思ったが、一方に、ペンセルなんか欲しがらない少年が、なんとなく懐かしく感じられたのです。高山植物は、都会へ持ってくると、しおれてしまいました。 どうかして、根のつくように。と、ゆうちゃんは、高い物干し台の上に、コケモモと、梅そ草の鉢を持ってきておいたのです。青い青い夜の空は、遠く、北の方に垂れかかっていました。その彼方には、 これらの植物のふるさとがありました。星の光が高原の空に輝いたように、夜更けの空にきらめき、さすがに都会にも秋が来たのを思わせて、風がひやひやとしました。 ここに置いたら、山にいるような気がして、根がつくかもしれぬ。と、ゆうちゃんは、少年の取ってくれた草花を大事にかばいました。そしてあくる日、夜の明けるのを待って、物干し台に上がってみますと、なんとしても、 だますことはできなく、梅そ草の白い花は頭を垂れ、コケモモの細かい美しい葉はいくぶんか黄ばんでいるのです。あの正常な高い山でなければ、これらの草花は育たないことを知りました。 ゆうちゃんは、それから、毎晩のように、物干し台に上がって、青い夜の空を眺めながら、高い山や、少年のことを思い出していました。白白として、銀のペンセルのように、天の川が、しんとした、 夜の空を流れて、その橋を地平線に没していました。僕は、こんないいものはいらない。といった少年の言葉が耳に響いて、コケモモの赤い実のように、梅鉢草の 白い花のようにゆうちゃんには未知の山国の生活が懐かしまれたのでありますおしまい